こんにちは、マシャギです。今回はハンドバフパラディンです。敵の薬売り2枚、難解の広範囲2枚、ウトクの守護者2枚、楽器技術者2枚、血統2枚、砂金取り2枚、キノコ織2枚、ぬいぐるみのトラちゃん2枚、マスルオトロン2枚、飾り物アーティスト2枚、ワンカン代理のオーラ2枚、絵描きの美徳2枚、おもちゃの隊長タリム1枚、イロイジェンキンス1枚、平和の番にアミタス1枚、ジディアックスデラックス30001枚、プリズムビーム2枚。という構成、これは、カーキングさんかな。今月レジェンド上位到達したというハンドバフパラディンです。で、デッキの特徴は新カードのハンドバフカード、概要のパラディンで、リズバンのワクワクワークショップのカードは、まずはこれ、3マナ3にぬいぐるみのトラちゃん、ミニ工作、吸収生命ダッシュ、セネの盾の獣を。次は3マナ2、3飾り物アーティスト、おたけび、セネの盾ミニオンとオーラ1枚を引く。で、これですね、4マナ2、3絵描きの美徳、生命ダッシュ、自分の色が攻撃した後、自分の手札のミニオンすべてにプラス1、プラス1を付与する。3回叩けるんで、プラス3、プラス3できるね。5マナ3、7、おもちゃの隊長タリム、ミニ工作、挑発おたけび、ミニオン1体の攻撃力と体力をこのミニオンと同じにする。ハンドバフして味方のミニオンに打つと強いと思います。で、あとはジリアックスも入っていて、カスタマイズは戦場にいるミニオン1体につきコストが減る効果と、これのコピーを1体召喚するになってます。で、今月はこのデッキレジェンドに到達したので、その様子をお届けしたいと思います。では、プレイの方どうぞ。お、バリーラ。バーサスバリーラ。海賊かな。背中に気をつけて。私のハンマーの力で。1、2。あと3か。プリズンビーム。ランドリー、この薬は何でジャパか。お、いいね。先武器でもいいな。3回触れるから。え、マジ溜め込んでるね。ミニオンが3体か。ドット後輩に何とかするしかない。あ、泥棒マジ。武器もうないな。ああ。で、予想外だな。お宝、海賊らしくねえ。目指すはわかったよ。そうだね。ここらの水は砂金がにチューニング完璧で。まあいいか。とりあえず一旦いっとくか。我らは戦う。モリポップ。カジュ増やした。ウルツルターン。マジ。いやー、そう。話題は健全。あ、しゃあねえか。おざみちゃん。これでこそお宝よ。ばっかりいいな。キノコ7点回復。そうすると武器がもうないよな。ここで行かないといけなくて。あ、やったか。OK。危ね。そうか。アトラスパターンどうかあるか。盲点だったな。はい、ツアー中の ETC。 飾り物のアーティストいいかな。あとは武器とか取りに行きたい。武器とかあればご飯に残してもいいけどな。いや、ハンドバフのために残しとくべきだったのかな。さすがにか。オーラ、ここらの
とりあえずルズミミニオンがおらん。あ、武器来た武器来たけど、これは俺のもの。トラちゃん楽器技術者か。まだ溢れないよ。これの大きいサイズはない。まあ、武器持っていいか。トラちゃんあるし。ちょっと突撃系引き込んでから使いたいな。あ、ナイス、ナイスです。鉄筋3枚あるからね。オッケー。54、武器があと1枚なんだよな。56 強い。56コイン。これの大きいサイズはない。レッド出しとくか。手札9枚。まあこれもいいか。乱闘されるかもしれない。一応魔人荒らし対策なんで2枚使った。ウィルスラ実際あマッスルオトロン。トラちゃんで取るか。トラちゃんこの辺で入っても全然問題ないよ。リア相手だ。叩きつけ、とどめ。イグニス、あれ倒せない。そうすると15イーサール。オッケー、これもあった。よしよしよし、いいね、いい感じだ。ハンドバーハイパラディバーサスアーサス。ノーデロンに勝利。マッスルオトロンはいいか。あ、変える。プリズムビーム、いやーどうだろう。ミラーに刺さる可能性は高いけど、ハンドバフだと刺さんない。とりあえずやりたい動きはできそう。あ、これはプリズムビーム返してパターンかも返してくださいパターンかもしれん。ここらの水は砂金が匂うぜ。とりあえずいっか。強欲コイン2枚。あ、ハンドバッグか。パリンこうしとく。いやー大丈夫かな。俺もハンドバッファーできるんで。マッスルオトロン、まあ、今回は6出したいよ。あーまあバッファーってるし、どうせトラちゃんとかね回復されんの。これが強いか。光が影ロープ、我らは戦う。いやダリム行こっかな、せっかくだし。おもちゃ屋はタイタンのものだ。我が力の一部を与える。ミニタリかわいいね。おもちゃの兵隊、おもちゃの隊長タリ。色生き残りは8マナだな。
1マナ1コロちゃん26点か。10点。こうか。押しとく。次いける。糸。トラちゃんでも大丈夫かな。足りてるよね。よし。元気。はい。オッケー。強っ。骨積やばいよな。ハンドあ、ドルイド。これ勝っちゃレジェですが。あ、危機でした。オッケー。セット来てるけど。どっか変えようかな。これはいいね。お？何それ。何それ。ないぞい。あ、武器来た。2枚来たの嬉しいか。1枚使い切れる。後輩も1枚欲しい。あ、リロイでもいい。これでもスペル突然死ぬのかもしかして。チバードレイ。もちろん来た。さすがに武器持ち替えやりすぎだよな。でタリムしたいな。ちっちゃか。もうやばいかも。千葉ドリル。もういけそうだな。なんかもういけそうな感じあるな。これは取っとくか。これダメだよ。手札で10点出て12。武器壊されなきゃ次の次はリーサルいけるけど。生きてるね。リーサルですか俺。行ったり。OK。よし。これで出てる。あっさり。次のターンまで行けばこれ乗せられるか。残りも乗せられるか。あ、やった。あっさりだ。はい。9686でした。はい、ということでハンドバフパラディンでした。ガキの美徳でバフしてリーサルって動きできたんでよかったと思います。ドラちゃんもよかったね。で、戦績はこんな感じ。7勝1敗でした。はい、とりあえずレジェンドいけてよかったです。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。